タンタンです。ディジョジョ、入荷しましたんでちょっと弾いてみます。ディジョルジオですね、オリンピック真っ最中だと思うんですけど、ブラジルの、ローコもう100年経ちますね、ディジョルジオの、1975年製ですね、40年近く、経っております。こちらがですねクラシックギタークラシコのナンバー28の、ご紹介となります。まず、トップコンディションとてもいいですね。もちろん歪みと若干ありますけど、かなり、今まで見てきた中ではいい、トップコンディションを保っております。サドルの高さももう少し調整できますので、この辺も嬉しい限りですね。そしてサイドバックがねハガランダなんですけどとても、木目が好ましい、私たち、ギター好きにはたまらない、木目ですね。こういったのも一本一本個性があるのでその時その時で、ものが変わりますので、この板がいいという方はねやっぱり、こちらをぜひお買い求めいただければと思います。バックコンディションもねもともと合板なんですけど、若干の、チェッキング、ウェザーチェック等、入っておりますけど、まあ、この辺はね数多く、私もディジョルジョは見てる、人間ですのではっきり言いますけどいいコンディションの、状態の中の一つなんですね。もっとひどいのはとんでもなくひどかったりとかも最初の状態でひどいものもあったりもするんですけどやはりボサノバのサウンドを出すにはねこのギターがどうしても必要不可欠といったところでですねその合的な状態を見るととってもいいコンディションであろうと思います。トップのねスプルースに関してもかなり木目もねくっきり、写真だとわかるかなかなりこうベアが入っているような形でねとても、愛らしいというか、材好きには、キフェチっていうんですかねたまらない、一品だと思います。またね、フィンガーボードもねいかつく、木目がはっきりあえてこう出ているところを、チョイスして、セレクトされた、指板ですのでかなりね、気づきにはたまらない一品だと思います。ネックコンディションはね、とってもいいですね。いや、若干ね、歪み等はありますよ、もちろん。ただね、ネックのコンディション、すごくいいですね。これね、横が厚が比較的、今まで見たやつよりも、やや、
普通のギターに近いので結構握りやすい。幅だけ、しっかりとボサノバクラシックスタイルになっているので結構ね、持ちやすくていいかもしれないですね。幅で52ぐらいありますので、まあまあストローク、まあこういう弾き方よりもやっぱり弾きやすいです。はい、とっても弾きやすいです。ネックです。で、ここのね、1個クラックが入ってた、まあ修理されてる感じなんですけどね、ここの部分に、1箇所、まあもともとこう貼り合わせてる部分なんですけど、そこに、少しこう修理痕があるかなと思いますね。ここもそうですね。はい。そしてね、裏のところをね、ここ、サムかな、ソムかな、ソムディオドドローですかね、ちょっとわかんないんですけど、なんかシグネチャーモデルか何かでしょうね。かなり通常のモデルよりも、トップインレイも、美しい模様が入ってて、何せあとはペグがいいですね。これオリジナルかどうかちょっと不明ですけど、おそらく変えられたペグでまだまだ使える状態のペグですね。こんな感じになっております。まあ、とにかく木目が素晴らしいですね。はい、こんな感じの一本です。まあ、75年製のディジョルジオでしたらかなりおすすめができる、激推しの一本ということでね、ぜひ、オリンピックイヤーにこの一本いかがでしょうかというところでございます。それでは、お早めのお問い合わせが、必須となって来そうな、こちらの1本ぜひ、お買い求めください。タンタンでした。バイバイ。